どうもおはようございます。今日は5月26日朝5時前になりますけども、相場解説始めていこうかと思います。でその前にね、ちょっとまた講義なんですけども、今回操作トップっていうものがありました。まあそれは一旦落ち着いたわけなんですけども、この操作トップね、この5、6年で私ね2回しか見たことがないんですよ。今回で2回目です。まあその他にも私の見てない時間軸でね、操作トップっていうのがあったかもしれませんけども、逆に操作ボトムっていうね、操作トップのまるで逆の形があったかもしれません。とにかくね、私がねこの5年間24時間全部をマークしたわけじゃないんで、私のいつものペースで相場解説をしている、その中でもたった2回しか出てこなかったってことなんですよ。そう考えてるとね、テクニカルのいろんな手法がありますけども、じゃあそれがいつも出てるのかっていうと、とてもじゃないけどもいつも出てることはありません。ただそれが出た時は確実に捉えていきましょうと。確実に捉えたところで、その勝率もしくは敗率は4対6ですよってことなんですよね。まあだから常にトレードをするっていうのはやっぱやりすぎなんですよ。ポジポジ病っていうのがありますけどね。で、私がこのね、FX オリガルヒっていうものの講義もしくはコンサルを始めるときに大事なのは、今身につけた理論は明日使えるわけではないし、今週使えるわけでもないし、今月中に出てこないかもしれない。でもだからこそしっかりと覚えておくこととトレーニングしておくことをバーチャルでね、練習のうちにやっておかなければ、本当にその時が来た時に気づかずに終わってみて気づいたことになっちゃうんですよね。価格が上昇してきて、そして、下がっていきます。それを高値圏でヘッド&ショルダーの最初の肩っていう風に感じれるのか、ダブルトップの最初のトップって感じれるのか、もうこれで始まってるわけなんですよ。もっと言ったら、上昇が始まった時に、あ、これはゆくゆくは高値圏を形成して、そこで操作トップなりヘッド&ショルダーなりダブルトップなりを作るんではなかろうかっていう風に考えながら上昇しているトレンドを見ていくかってことなんですよね。そう考えていくと、やっぱり事前にいろんなことを知っていて、それがどういう時に形成されるのかっていうことをあらかじめトレーニングしておくことってやっぱ必須条件ですよ。そういう準備が整ってない時にログインして MT4 のチャートを見てしまうから、なんかちょっとね遅れちゃうっていうことになります。まあですので、本当にね、暗記をあらかじめしておくことって大事なんですよ。でその暗記を練習するためにデモトレードもしくは少額トレードでトレーニングをしておく、それこそ1年がかりくらいでやった方がいいと思います。でその後で実弾を込めていってね、そこそこの金額を入れておくと、だいぶ度胸もついてくるっていう風な三段構えになってきます。何が三段構えかというと、まずは暗記があります。次の段階はトレーニングです。3つ目は度胸なんですよ。度胸はやっぱりね、実弾を込めるときに、実際のロットにお金を詰めるときにそれが問われるんですよ。やっぱりね、少ないロットの時はできることでも、同じことを高いロットの時にできますかって言ったらなかなか難しくなっちゃいます。たった15センチの幅の平均台を地上わずか20センチ30センチなら渡れる。でもそれが海時の150メートルの高さになっちゃうと、途端に足がすくむでしょ。そのぐらいお金を入れておく、ロットを増やすってことは足がすくむんですよね。いや私もね、今でも足がすくみますよ。やっぱり2ロット3ロットでエントリーするときって、最初にエントリーした瞬間に含み損が8000円とか出るわけですよね。それは怖いですよ。でも怖いんだけども、怖いからこそその恐怖に、やっぱこうね、勇気ってのが付随してくるんですよね。この恐怖と勇気が一体となっているものだよってこともね、たびたび申し上げてきたところだと思いますけども、まあこういった精神面でのトレーニングも FX オリガルヒには織り交ぜて、丁寧に丁寧に伝わりやすく講義をしていこうかと思います。そしてコンサルの方も一人一人の、まあ実情に合わせてですね、行っていきたいと思いますね。それでは今日の相場解説始めていきましょう。こちらをどうぞ。はい。昨日の正午のことです。サポートを転じてレジスタンスになったところです。そもそも、ここにレンジが形成されましたよってことはお話した通りなんですけども、ここを突き破ってね、そして、今度はそれがレジスタンスに変わったわけですよ。何がレジスタンスかというと、これが上昇していった時に、ここにぶつかってるでしょ。まあですんで、レンジを一旦抜けると、そのレンジの内部には戻りにくくなるっていうことが言えるんですよね。サポート。サポートってつまり、ここに当たったら上に行きますよっていう状態がサポートです。レジスタンスっていうのは、それが反転して突き抜けたら、今度はこっちにね、内側に行きにくくなって外に弾かれるっていう性質のことです。レジサポ転換とも言いますよね。じゃあ、
この5月25日、昨日の正午から数時間経った図を見てみましょう。はい、6時間後です。レジサポで天井タッチ。つまり、レジサポ転換をした後で、この天井に弾かれて2回ほど、ね、ノックしてるわけなんですよ。それでも、セカンダリートレンドって言いますけども、流れは上昇に向かってるんですよね。だからこのままだと下に大きく弾かれるんじゃなくって、もう一回中に戻るってことも予測できるわけなんですよ。で、今朝の1時間軸になるわけですけども、たった今の図がこうなってます。セカンダリートレンドってのはどういうことかっていうと、全体的な流れはね、全体的な流れですよ。1時間軸は今、右肩下がりになってます。セカンダリートレンドっていうのは、その大きな右肩下がりの中で、右肩上がりを作っていますよねってことです。セカンダリートレンドね。つまり、15分ですね。15分足で見たとき、ちょっと今回はしませんけど、しましょうか。15分足。15分足で見たときに、こうなってるってことなんですよ。ね。右肩上がりでレジサポをバタぶち抜いてね、レンジの中に入ったでしょ。これのことです。セカンダリートレンドで内側に入ってきましたよってことです。あれ。ですので、ここから考えられるのは、このセカンダリートレンドに沿って、こういう風にね、伸びていく。レンジのオプションのことをお話ししましたね。レンジオプションのこと。レンジオプションってのはどういうことかっていうと、レンジの中で、上に触れたら下に行き、下に触れたら上に行くってことです。その性質を利用して、反転狙いのトレードをすることですよ。ね。で、ここでロスカットを食らうんですけどね。で、そのレンジの中にまた入ってきましたから、これ。ですんで、もう一回、この飛び抜けたところは、まあ、あったんですけども、レンジの中での勝負に戻ったのではなかろうかという、そういうふうな疑いを見てね、今日を過ごしていくってことになります。よろしいですかね。はい。じゃあね、昨日は、レジサポ転換をしたところに気づいて、まあなんですかね、セルでエントリーをかけた方も何名かいらっしゃって、中には追撃された方もいました。追撃の時のコツは、それまでのロットの半分でいくことなんですよ。リスクが高まってますからね。で、慣れてきたら、これを同じ額でいくか、もしくは倍額でいくみたいな感じです。それは相当慣れてきて資金力もあったら、そうした方がいいと思います。そうするとね、利益がものすごく取れていきますから。でも通常はですね、まだ初心者から中級者に向かおうとしている、その場合には、やっぱり、0.5 ロットで、もしくは半分のロットに落としたところ、つまり半値決済で追撃を食らわしていくっていうことが望ましいと思います。はい。じゃあ今日の講義、そして相場解説は以上でございます。今日はですね、レンジオプションで攻めてみましょう。それでは失礼します。